特集は気になるランチ、担当は横山アナウンサーです。はい、お願いします。今日は異色のコラボ特集です。コーヒー店でいただくローストビーフ丼や、あるものに囲まれながらいただくスパイスカレーをご紹介します。気になるランチ、一つ目は県産黒毛和牛の希少部位、唐辛子のローストビーフ丼です。いただけるのは鹿児島市紫原にあるブルーバードコーヒー。日本ではまだ珍しい熱風で焙煎する機械も扱う本格的なコーヒー店なんです。珍しいですね。珍しいんですよ。代表の春田浩一郎さんです。自分の、こだわりを詰めたお店にしたいということで立ち上げたお店ですね。こだわりの強い春田さんが手掛けるランチは、そう、ローストビーフ丼です。入りの浅いものとかですね、中入りのものとかなってくると、割とそのお茶に近いような形でも飲めるので、ローストビーフ その味を殺さない豆を選んだりとかもできるので、そういうところで合わせていくことも可能です。コーヒーと一緒にも楽しめる。そうなんです。合うのかな。鹿児島県産の黒毛和牛の腕の部分、唐辛子ですね。こちらを低温調理で3時間かけて火を通して、うちはもうバーナーで薄く火を通すだけにしてますね。しっとりとした柔らかさが特徴の唐辛子という肩甲骨あたりの希少なお肉に、薄口醤油で味付けしたソースをかけて、さあ食べ方はあなた次第なんです。どういうこと？はい、卵をつけて食べるのもいいですし、上に乗せて食べるのもよしです。私はこっちかな。贅沢。おいしい。お肉すごく柔らかいです。結構薄めなんですけど、でも、もう旨味がすごくこう凝縮されてて、でタレが結構さっぱりめの味付けなので、よりこのお肉の味が際立ちますね。卵も合います。さあここからが大事ですよ。一気に食べてしまいたいところですが、お好みの量を残しておくのがポイントです。後半は黒毛和牛から取ったお出汁をかけてお茶漬けにするんです。贅沢ですね。はい、わさびとかも入れてください。美味しそう。一気に和風なローストビーフに変わりましたね。牛のお出汁がこうふわっと鼻に抜けます。すごい不思議な感じ。そしてコーヒーを飲むタイミングもあなた次第です。ローストビーフとの相性を楽しむもよし、食後のデザートと楽しむもよしです。ローストビーフとコーヒー自体がですね、割とその一緒に飲むという機会はやはりないので、ローストビーフと合わせた時の楽しみっていうのもまた一つ知っていっていただければ面白いのかなと思いますね。気になるランチ、続いてはスパイスは10種類以上、ココナッツ香るキーマカレーです。鮮やかですね。はい、いただけるのは鹿児島市谷山中央のこちらのお店。店内にはすごい数のレコードが。実はここレコード専門店のメラメラというお店なんです。このメラメラに併設しているのが事務所カレーです。事務所、はい、レコードは橋本真嗣さん、そしてカレーは妻ののぞみさんが担当しています。なるほど、はい、ご夫婦で。本当すごい数。もともと食料事務所だったところをリフォームしてますので、事務所カレーって名前にしてます。
もともとここはのぞみさんのお父さんの測量事務所だった場所。去年リフォームし店をオープンしました。本当に壁中レコードなんですね。面白い。メラメラの中に事務所カレーがあるみたいな感じのイメージなんですかね。でも、まあ、今は事務所カレーの方がメジャーになっているので逆立場が逆になっている感じですかね。さあこの店内の大量のレコード、実は橋本さんが趣味で集めていたものなんです。2万枚近くあるそうです。そんなに？そして DJ もしているんですよ。収集癖はあるかもしれないですね。収集癖があるのは妻ののぞみさんも同じです。カレー作るときにどうしても必要なスパイスも、はい、たくさん出てくるので、まあ、だんだん集まってくると楽しいなって思いますね。今回作っていただくカレーに使うスパイスはシナモンやカルダモン、チリパウダーにクミンなどおよそ10種類。本格的。はい。そこに合いびき肉や人参、玉ねぎなどの野菜、そしてココナッツミルクを加えています。スパイスカレーといえば彩り豊かなトッピングも特徴ですよね、うん、南薩摩市の農家で作られた野菜を盛り付けていきます。綺麗。辛さは、中辛から辛口の間ぐらいですかね。ちょっと爽やかなスパイスも使っているのですっきりした感じ。季節限定ココナッツキーマカレーです。映えますよね。うん、うん、おいしい。あ、後から次から次にスパイスが襲ってきますね。結構スパイシーなんですけど、野菜の甘みっていうのもしっかり出てて、またココナッツがね、すごいいいアクセントになってますね。いろんな香りがこうちょっと感じていただけると思いますので、それもまた面白いかなと思います。スパイスカレーを食べた後はぜひ好みのレコードを探してみてください。長居しちゃいそうですね。そうなんですよ。スパイスカレーってこう敷居が高いように感じる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、あのカレーっていう食べ物には変わりがないので、はい、気軽に、はい、足を運んでいただけるようなこう店ですね、したいと思います。憩いの場所になったらこういいなって思ってます。なんかこう、まあ、そのこう日常のこういろいろなことを忘れて、まあ、ゆっくりこう過ごしていただけるような場所っていうんですか。ということで、ブルーバードコーヒーの営業時間は午前11時半から午後4時半まで、そして事務所カレーは午前11時から午後2時までです。季節のカレー、季節ごとに内容が変わりますので、ぜひ季節ごとに楽しんでください。以上、気になるランチでした。